はい、どうもフラッグです。今回はですね、海版のマインクラフトがなんか出たみたいなんで、こちらをプレイしていきたいと思います。まあ、こんな感じでね、できるんすかねなんかサメいますけど。はい。じゃあやっていきたいと思います。はい。ネーム、フラッグ。英語しか入んないかな、多分。じゃあこれでクリエイトしていきましょう。ほい。おー、来た。もうなんかこれ、いきなりこんな感じなの。どうやんだろう。あ、W、A、S、D。これかな。これで移動なんだ。あ、で、これでフック投げると。あ、おー、クリックしないと漏れないんだ。取れないんだ。もうなんかすっげえカミカミだけど。え、これどうやって引き抜くの？なんかみんなさ、こう、こういうことね。右クリックね。はいはいはい。あ、オッケー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 。なんとなく分かってきた。取れた。そろそろなんか作れんじゃないかな。あ、なんとなく分かりました。B ですね。これですね。これで、なんか作れるみたいですね。なんも作れないのかな。なんか、チェスト、ね、全然足んねえじゃん。とりあえずちょっと物集めましょう。あ、なんか樽来た、樽。なんか樽いっぱい入ってるらしいんですよね。ここら辺取りたい。なんか、フックが。オッケーオッケーオッケー。樽来たね。全然外してる。これ、手で取れんじゃない？取れた。で、なんか作れんじゃないかな。作れないかな。なんだっけ、ウォーター、パリファイヤー、クッキングステーション。とりあえず水が欲しいんでね。なんか水作りましょう。オッケー、いっぱい作れるじゃん。オッケー。で、これか。よし、なんか作れた。で、どうすりゃいいんだ？チェストはまだいいとして、とりあえずコップ。足んない。集めましょう。B だ。で、これで、これクラフトして、で、設置どうすんだ？これ、これか。これ指。どうする？オッケー。グッドー。グッドさえ受けんな。これどうすりゃいいの？これどうやってやんの？これで置くんじゃないの？置けない。どうすりゃいいの？エンプティ、水汲めってこと？いい。オッケーオッケー、組んだ。で、クック。これでいいんだね。オッケー。わかった。で、なんか板入るんじゃなかったっけ？板どれ？木づち。とりあえず槍が欲しいな。いいや。で、どれだ？板が欲しいんだけど、どうすんの？これ木づち？とりあえず物集めろってこと？てかな、死にそうになってる。オッケー。で、これで飲めんのね。むずっ。結構これ、水消費が激しいな。なんかいる。どうしようもないじゃん。4枚しかなかったのに。1枚になった。悲しすぎんだろう。引いて。結構なんか、ほんとサバイバルなんですね。なんかもう、なくなるの ?4 枚しかないのに。ひどいよ。全然樽みたいに流れてこないですね。場所広げたいな。オッケー。そろそろなんか作れんじゃねえかな。あ、これ作れんじゃん。で、とりあえずロープがいっぱい必要だから、これでいいんじゃない？あ、で、チェストが欲しいなぁ。あ、なんか流れてきて、オッケーオッケーオッケー。あ、いっちゃったけど、まあいいや。で、木槌にして、R。あ、こういうこと？え、ここ作れねえじゃん。え、なんで？あ、オッケー作れた。やった、広がった。いっぱい作ろう。あ、ロープがない。はえ。じゃあ、また材料を集めて。で、そろそろなんかお腹減ってるから、調理機材を作んなきゃいけないのか。ちょっとこれだけ、作れねえ。ロープが1個か。で、これか。これ作れんじゃん。オッケー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 。で、ちょっとメニューを外して、ここだね。イエーイ。来てる樽。樽が欲しい。遠すぎた。草しか手に入んなかった。ここら辺じゃない？いい、オッケー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 、取れた。お、また来てる。失敗したかな？オッケー、いけた。で、また作って、ロープだね。ロープ。で、クック。で、釣り竿。もうお腹減りすぎだよ。クラッと。作れた。オッケー。で、5番。こういうこと？釣れねえじゃん。で、これどうやって釣ればいいんだ？難しいな。釣れたのか？今。釣れてねえんじゃねえかな。とりあえずちょっと物集めて、全然わかんねえぞ。え、わかんない。今釣れてんのかな？釣れてた物がいっぱいなんだ。そういうことね。これ、ちょっといらないやつを上に置いときましょうか。板とかね。これで OK。で、いっぱい来てる。いっぱい来てる。OK。で、魚焼いてみましょう。クック。で、これは飲んで、こうか。よし。で、ある程度多分これで溜まってきたと思うから、なんだっけ？クラフトでロープを作りましょう。OK。ロープ2個ゲットできたけど、やばい、お腹減ってる。めっちゃお腹減ってる。これ、ちょっと魚大量にないとダメだぞ。死ぬのが先か、魚食えるか。とりあえずちょっと物だけ集めて、ちょっと早く焼き上がってほしいんだけど。焼けた。なんかすげえ切り身になってる。これで、結構回復するね。オッケーオッケーオッケー。いっちゃった。いや、危ねえ。ゲット。持ってんじゃん。で、ロープゲットしたから、これで、何作ろう？チェストはまだ無理だよね。で、ネット。とりあえずアイテムネットを増やしましょう。ちょっと放置してても、ゲットできるようにしたいので、これかな？ここにつけようかな。で、ここにゲット。そっか。OK。で、これはアイテムネットに引っかかるから、こっちはね。いいね。広くなってきたね、これ。こっち側もちょっと広くしていきたいな。アイテムネットが、OK。草入ってると嬉しいね。草が圧倒的に足りない。こいつ、なんでここを。アイテムネット崩されると本当きついからな。あー、いっちゃう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 。オッケー、オッケー、オッケー。これ、なんかさ、高くするためにどうしたらいいんだろう。上にちょっと作ってみたいんだけどな。いっぱいいっぱい引っかかんね。で、ロープをとりあえずいっぱい作って、ん？どうすりゃいいんだ？ちょっと待って。え？ハンマーで、あ、ちょっと、ちょうど持った時にね。オッケーオッケー、撃退。で、ハンマーで、あ、こういうこと？ハンマーで、ウォールウィンド、ウォール、フロア、ファウンデーション、とフロア、プレストオン、トップオンパイラー。何が、あ、あー、これ無理じゃん。あー、やべえ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 、ぐわーっていってる。うわー、あ、ライフがあんだ。ライフだいぶ削られたぞ今。やば。あ、無理するんじゃないなこれ。オッケーオッケーオッケー、回復した。反対側もちょっと広くしたいんでね。あー、なんか来てる。やめて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 。お、来た、倒した。あ、サメちょっと待って、下見えますかね。いなくなっちゃうの。うっそ。消えちゃったよ。サメの肉でも6個ゲットしましたね。やったー。食っとこう。あ、やべ、焼けてる。これ食えんの？ああ、いいね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 。で、水やってる間に、これってさ、これ植えるもんなの？食ってね？なんか食ってる音したよ、今。ああ、来た。ああ、勘弁してくれ。よし。あ、これじゃない？パームシード。これが植えられるんじゃない？いい。あ、来た来た来た、植えれた植えれた植えれた。で、これちょっと戻しといて。あー、怖えな。よし、だいぶいい感じじゃないかな。これちょっと置いとけばさ。あ、てか、待って待って待って、めっちゃでかくなってんじゃん。全然、あ、これなんか終わってるし。なんか、じゃがいも、あ、じゃがいもが増えるんだ。それ以外持ってないよね。微妙だな。これちょっと微妙だね。お、ちょ待って、じゃがいも焼けんのこれ。知らなかった。いや、とりあえず、じゃがバターみたいになってる。なんかめっちゃうまそう、これ。なんかパン、でもパンみたいだな。なんかちょっと腐ったパンみたいな。なんだこれ。あんまり回復しなかったし。ブレンジャー。やった。で、これを、あ、長押し。待って。なんでなくなっちゃったの？ない。なんも持ってないよね。うわ、全部なくなったし。なんなの今の。押しっぱなしダメなんだ。あー、知らなかったよー。また、ロープ4個必要なの。よし、食っといて。あ、これさ、リベンジしようぜ。なんかさ、これで、取れないの？取れないんだけど。なんか叩けてんのかな？わかんねえな。いけてんのこれ。でもこれ下なくなっちゃうからな。あ、なんか今。これ何？待って、なんか落ちてきた。ピックアップこれか。これさ、何？ん？なんか食った。なるほどね。食えるんだ。で、あ、板めっちゃゲットしてん。板とか草とかめっちゃゲットしてんだけど。あ、これすっげえ。あ、もう、アイテムネットいらねえじゃん、これじゃあ。え？やばくね？増やそう。これ増やそう。ヤシの木増やそう。あ、しかも水になる。え、これやべえ。あ、めっちゃゲットしてるし。え、これやばくね？ヤシの木増やそうぜ。あー、板が足んないんだ。あ、ちょっと待って。お前待って、こら。うわー、ギリギリじゃないこれ。だいぶやられたと思う。まずい。これちょっとさ、周りを補強しておきましょう。危険だわ、あいつは。ほんと。よし。じゃあ、叩こう。叩けてんのかな？あ、来た。いいね。うまい。すっげえ木、木材手に入る。お、いいね。で、これで、ランシードっていうやつが、これが多分樽かなんかしか多分入ってないんだろうな。しょうがないけど。いいね、これ。めっちゃ木材手に入んじゃん。あー、いっちゃった。ココナッツが、あー、ちょっと待って。お前それダメだって。あー、持ってかれた。まあいいや。ここ補強しよう。で、とりあえず補強終わったから、ヤシの木ゾーンをもうちょい増やそうか。これくらいあればいいかな。で、あっちの方もちょっとそうそう増やしていきたいよね。でも水が足んないか。水。肉はまだ大丈夫だからね。ヤシの木ゾーンで、これか。ああ、ココナッツ落ちてる。これも叩けんじゃない？いいね、叩けるね。ちょっと、あれ？ヤシの木落ちたよね。ああ、取れると、ここ落としちゃうんだ、水の中に。よし、取った。オッケー。だいぶ手に入ったぞ。めっちゃ手に入ってね。あ、植えとかなきゃ。あ、いや、とりあえず水飲もう。これでヤシの木植えて、でヤシの木のやつもう一個作れんじゃない？とりあえずロープにしとこう。作れるよね。オッケー。で、これか。これをね、ここにもう一個置いて。あ、もう一個作れない？作れるじゃん。ういー。ヤシの木ゾーン。だいぶこれで生産性上がってくんじゃない？木の板がねえんだよな。はい。これだいぶいいっすね。なんかあんまり物が流れてこなくなったね。自分でなんか捕獲しまくってるせいか。で、ココナッツで、これ食料にもなるからね。あ、ココナッツ食うとあれなんだ。シード、種手に入るんだ。あ、これ無限じゃん、じゃあ、もう、実質。あ、じゃあこれ増やしまくればさ、やばくね？とりあえず、ヤシの木めっちゃ増やして、生産効率上げればさ、鬼になれるんじゃね？よし。これちょっと明日やろうか。明日っつうか、また時間空いた時にやろうか。はい。今回はですね、このヤシの木が凄まじく、木材とか、葉っぱとか片っ端から手に入るもんだって分かったんでね。これを次回はちょっと増やしていこうかなと思います。かなりこのゲーム楽しいです。サメに結構襲われますけれども、まあ生き残れることが可能なんでね、なんか一発食われたら死ぬんじゃねえのって思いますけど、はい。でね、まあ次回はね、このヤシの木を10個以上作りたいなと思います。まあこれはね、ちょっと裏でまたやるかもしれないですけど、はい。じゃあ今日はね、ここで終わりたいと思います。バイバーイ。はい。今日動画いかがでしたでしょうか？もしね、動画楽しんでくれたよっていう方は、右下の方のチャンネル登録のボタンをポチって押していただけるとすごい嬉しいです。で、次の動画とかも、左側にあるんで、もしよかったら見てください。バイバイ。